はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客様に来ていただきました、柳原バーのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、本当にね、実は、はい、ね、今年で、ね、結成10周年ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、はい、僕ね、この編集の仕事も20数年やってて、はい、実際こうやって会うのって実は初めてですね。初めてです。いやー、会えてよかった。いやー、もうようやくよかった。ようやく会えましたね。結構ね、ニアミス多かったんですけどね、はいはい、さあ、ということで自己紹介をちょっと一人一人お願いします。はいはい、どうぞどうぞどうぞ。柳原バーの三振と歌をやっています、石垣優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、自分がですね、ギターです。ギターと歌やってます。愛里里夫です。お願いします。はい、よろしくお願いします。何やってたんだっけ。たまに忘れる。忘れるなみたいな。さあ、というわけで、やらばらばなんですけれども、はい、8月の2日に、ね、10周年記念、ね、はい、アルバム、はい、出ました。タイトルはゆいベスト&コラボレーションでございます。イエーイ、おめでとうございます。これです。ちょっとね、皆さんにご覧いただきましょう。すいません、ありがとうございます。じゃーん、これですね。あ、なんかこう写真もいい感じですね、はい、ちなみにこれどこで撮影されました。九十九里浜です。おー、九十九里浜。なぜにっていう。はぁ、今八重っていうね、ことかなと思ってたんですけど、九十九里でしたね。そうなんです。なるほどね、八重を思って。はい、そういうことですね。海はどこまでも繋がってるんです。あー、うまいな。さすが10年ね、この世界でやるとね。マネージャーさんがフォローしてくれて。あー、そういうことなんだ。それ思いました。あー、そうかそうか。大人になったね。さあ、今回のこの、デビュー、ね、10周年のそのアルバムなんですが、はい、ゆいベスト&コラボレーションということで、はい、2枚組になってますよね。そうです。はい、この内容ちょっと説明お願いします。そうですね、2枚組で、ディスク1はですね、ベスト版になってまして。ベスト版、はい、ここまでリリースしてきたシングルやアルバムの中から10曲を選んでですね、当時のまま、収録しました。10年前の私たちがね、はい、歌ってます。なるほど。はい、でディスク2の方、ディスク2の方が、はい、コラボレーション版ということで、はい、ビギンのニンニたちとか、ビギンのニンニ、ザ・ブームさん、はい、そしてジ・アルフィーの坂崎幸之助さんと一緒にですね、うん、また私たちの曲をアレンジし直して、プロデュースしてもらって、うん、撮り直して、はい、豪華5曲、そうですね、おります。素晴らしいですね。はい、ということで、ディスク1、10曲、そして、ゆいのコラボ、はい、で、ディスク2、5曲、全15曲ですね。そうそう、はい、ことなんですけど、本当にね、あれですよね、ベストの方は、はい、変わらぬ青から、はい、ね、ダダーっとこの名曲、これ10曲選ぶの大変だったでしょ。いや、そうでもなくて、ね、あ、本当ですか。なんか、私たちがよくライブでも歌ってる曲でもありますし、うん、なんかその柳原場を初めて聞く方に、うん、柳原場を聞いてもらってすぐ分かるのは何だろうって思った時に、うん、すぐこの曲は全部出てきましたね。あ、本当。だから2人の意見も一致みたいな。はい、そうですね。だからリリース順に並べているので、うん、だから頭から聞いていくとどん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 その、うん、なんていうんですかね、歌い方が変わったり声質が変わったりっていうのを感じることができる、うん、ああ、ある意味柳原場の10年間の歩み、成長が、ね、時系列に並んでいるそうですね。はい、ああ、この歌の時にこの人と付き合っていたんだみたいな。そんな感じです。そんな感じです。思い出しますよ。いっぱいすいません。ということで、はい、このベストね、バンドのところもね、ものすごくいいし、あ、そうそうそうね、皆さんよくおなじみのね、ドラマのね、主題歌だった背景丸本さんも入ってるし、はいはい、蟻の歌とかね、はい、そうですね、うん、ちょうどね、うちの娘がテレビを見始めた頃にね、これだったんでね、はい、この歌一番声変わってますよ、やっぱり、うん、ね、今この歌歌えって言われたらどんな風に歌っていくんですか。手臭いです。ちなみにこれはアリの気持ちで歌ってたの。この時は、うん、自分がなんか子供に小さい動物に一応なったつもりで、アリはみたいな感じで歌ってたんですけど、今ライブでやれって言われたらどんな風に歌っていくか。恥ずかしいんですよ。本当ですか。ライブ中にアリの歌歌ってって言われても、なんか照れくさいんで一応歌うんですよ、はい、サビだけ歌って、もういいですか、うん、
もう歌えないんですよってごめんなさいねって言ってしまう。あ、本当ですか。照れくさいです、はい、いやまたぜひねあのライブでも聴いてみたい。さあそしてディスク2なんですけれどもゆいコラボということで、はい、あの本当に素晴らしいコラボですよね。ザ・ブーム、はい、そしてあの僕あの聞いてあこれすごいなと思ったあの坂崎さんの、はい、あのなんだろうアコースティックギターの非常にこの几帳面で丁寧で繊細なこのなんていうかサウンドたまりませんな、はい。そうですもう、うん、ずっと聞いていたかったんですよ、ね、弾いて一応途中から自分はギター参加したんですけど、うんまあ、一発撮りだったので、はいはい、こうせーのでやるじゃないですか、うんうん、で坂崎さんのカウントから始まって、うんうん、入って、まあ、この緊張感、うん、でそこに、まあ、坂崎さんのギターが響くわけですよ、はいうん、もう歌うのちょっとやめていいですか、聞いていいですかみたいな感じで、でも本当にまあ勉強になりましたね、うん、こんな大先輩方と自分たちの曲をやっていただくっていうなかなかない機会なので、やっぱりね、こう10年やってきてお祝いしてあげようっていう先輩方の愛、だからそう思うとやっぱり続けてよかったなってすごい思いますね。なるほどね、まあ、そしてねあの坂崎さんはじめ、まあ、ザ・ブーム、そして、まあ、なんといってもねビギンの22ですよね、はい、たち、はい、うん、東京石垣島ですから、私たちにとったらもう神様みたいな、うん、い存在なんですよ、うん、ビギンの22なんかは、はい、もうやっぱり沖縄の石垣島の子たちはビギンの22なんかの曲を聴いて育っていくので、うんうん、その神様みたいな、うん、と思ってたビギンの22なんかと一緒に歌える、うん、一緒に話し合って、うん、いろんなことを教えてもらえるっていうのは、うん、本当にもう素晴らしい時間でしたね、うん、夢のような時間でした。なるほどね。あのこの間僕あの東京行った時に JAL かな、はい、あの飛行機の中でそのメイキングというサウンドが、はいねうん、流れてて見たんですけど、はい、本当になんていうかこうねこのレコーディングの風景とか、はい、そのビギンの栄翔さんとか、はい、あのワサルさんとかトシさんとかがこう包み込むような、はい、で兄弟のなんていうかね、うん、あの感じっていうかね、そうですね、温かい感じがものすごく伝わってきて、はい、うん、であのビギンさんが確か去年だったかな、まあ、あの形成20周年ということで、はい、トリビュートアルバム出した時にも、はい、防波堤が見える景色だって、はいはい、見た景色、うん、あれね柳原馬がカバーしてて、そうですよ、なんか自分たち石垣島から大阪に出た時に、うんはい、すごくやっぱり歌がねになってしまって、うん、その防波堤で見た景色がぴったりハマったんですよ、うん、でなんかいつか歌いたいねって言ってたんですね、うんうん、結成前からかな、柳原が、うん、そうだね、このね、うん、お話いただいた時、何がじゃあ歌いたい曲あるんだったらちょっと出してっていう時にもうこれしかないだろうっていうぐらいで歌いたい、うん、なるほどね、うん、僕ね あれライナーも書かせていただいたんですが、はいね、さっきちょっと話したけどあの10年前テレビ番組やってた時にそのビギンの栄翔さんがね、はい、あの今度石垣島から2人組の女の子で、あの女の子なんだけど柳原馬っていう人が出るんですよよろしくお願いしますねっておっしゃっていたのをものすごくずっと覚えていて、まあ、ある意味その石垣の人たちのなんていうか思いっていうかね、あの島の人たちがみんなそのなんていうか家族みたいなあったかいのを感じたし、その防波堤の歌を聴いて思ったのが、あのアルタッチのこのシングルファースト変わらぬ青につながってるみたいなね、ところがものすごくあの感じたのね。で、この、ね、アルバムの中のそのユイコラボでもね、はい、背景まるまるさん、ね、ビギンと一緒にこうやってまして、はい、これいいですね。いやー、うん、なんていうんですかね、もう本当にこのビギンの人たちと、うんコラボレーションできるって聞いたときに、うん、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、うん、どうしよう神様とどうしよう本当にどうしようどんな感じでやったらいいんだろう、うん、ってすごく思ったんですよね、うん、でも実際あの、まあ、A ショニーニーが、うん、いやどうせやるんだったら、うん、石垣島出身だしどちらも、うん、石垣島でレコーディングやるって言ってくれて、うんうんはい、で、まあ、自分たちは石垣島に住んでるときは音楽やってなかったんですよ、うん、何も、はい島を離れてからやったので、うんうん、島に音楽の先輩がいなかったんですよ、ねうん、でだからビギンのニーニーたちは、うん、その俺たちが
石垣にいる時に憧れてた先輩たちがいるから、音楽を習った先輩たちがいるから、その人たちをお前たちに紹介する、で何かこれからあったらそのニーニーたちに相談したらいいよっていうことで、またつなげてくれたんですよね、話やね本当に、で、エイシャニーが言ってたのが、まあ、俺たちもこう島を離れてデビュー決まってすぐ東京行ったから、こう後輩に何も教えないまま島を出てしまって、なんか心残りがあったと、だからこれを機に宮縄原にちょっと全部引き継いで、でさらに、まあ、宮縄原ね、また後輩につなげていってほしいっていう思いを聞いた時に、ああ自分たちでいいんだろうかっていうのと同時に、もうものすごくありがたくて、また頑張らんといけんなって本当に思いましたね。ね、そういう、ね、思いもいっぱい詰まった、ね、今回 の、 そのヤナワラバーのデビュー10周年、ユイベスト&コラボ、はい、レーションという、ね、ことで、このアルバム、ね、ぜひ、ね、皆さんにぜひあのガツリとこう手に取っていただきたいんですけれども、はい、じゃ あ、 あの最後に、ね、それぞれからあの皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、そうですね、本当に久々に沖縄来ましたね、はい、まあ、沖縄本島の皆さんにもこのアルバムを聴いてもらって、またなんか一から矢野原場知ってもらえたら嬉しいなと思うんですよね、もちろん八重山の皆さんにも内地の皆さんにもそうですけど、またねこう戻ってきて、今度は生の歌声を届けられるようにちょっと頑張って、また20年30年と頑張っていきたいなと思ってますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、さあ、はい、まあ、今回のアルバムを出しさせてもらって、先輩たちと本当にお話をさせていただきながら作っていったんですけども、なんかやっぱりその、まあ、皆さんいつも仕事とか勉強だとか家事だとか、本当に皆さんいろんな状況の中で生活していると思うんですけど、まあ、なんか疲れ切ってしまったり、苦しくて辛いなと思っても音楽なんか聴きたくないと思ってしまう時もやっぱあると思うんですね。でもそんな時にこそ聴くんじゃなくて、体の中に心の中にさーって入ってくるような音楽っていうのを私たちはやっぱり作って歌っていきたいと思っているので、まあなんか少しでもいいのでやなわらばちょっと聴いてみようかなって思う時でいいので、ぜひこの歌をですね、メロディーをハーモニーとか、あと言葉とか、そういうものを聞いて体感していただけたら嬉しいなと思います。そしてやっぱりライブを頑張って沖縄でやれるように頑張るので、その時はぜひ会いに来ていただきたいなと、目を見てありがとうって言えるのはやっぱりライブなので、ライブに遊びに来てもらいたいなと思ってます。はい、ね、本当にね、10周年おめでとうございます。そしてね、本当にね、20年、30年、おばあになってもね、はい、歌い続けて、特にね、その八重山の心というか、はい、それを全国の皆さんに、はい、お届けして、で、沖縄でライブを、はいはい、ぜひやってくださいね。はい、はい、というわけで、沖縄ラブウェブ TV、本日のゲストは、やなわらばーのお二人でした。どうもありがとうございました。